こんにちは、ことぶきはじめです。ちょっといろいろあってしばらくプラモデル制作はしてなかったんですけども、ちょっとこれを見つけてしまって、また作ってみようかなと思ってます。で、プラモデル作る道具とかだいぶ処分してしまったんで、ちょっとまた買い揃えないといけないんですけども、ぼちぼちやっていきたいなと思ってます。で、今回これご存知ですかね、ソウルボーグっていうブランドのファイヤーシャドウっていうロボットなんですけども、これをとりあえず一旦、ストレートに組んで仕上げて、その後ですね、可能であれば合体ロボット、そしてさらにちょっとこのフェースパーツが、これは多分交換することになると思うんですけども、マスクのパーツをですね、鼻と口がある、いわゆるスーパーロボットの感じに仕上げられたらなと思っています。ソウルボーグのファイヤーシャドウですね、ちょっと話題になっているプラモデルです。ちょっといろいろ既視感があるデザインだって言われてますけど、僕ちょっとこのデザイン気に入って、かっこいいなと思って買ってみました。で、とりあえずストレートに組み上げて、その後ですね、ちょっと改造していきたいなと思っています。それではちょっと中を開けてみます。買ったのは合金版です。デカールですかね、デカールが入ってて、これがインストですかね。結構ありますね。ランナーが、結構量あります。で、これがフレームですね。こんな感じのフレームにパーツをかぶせていくような形になります。これがフレームです。なんかちょっとここが緩い感じがするけど、これも割とシャープ、そんな感じで、またですね、ぼちぼち更新していきますんで、よかったら、また見てください。お願いします。それではまた。